一つ。江戸の昔、長崎奉行の記録にビードロ吹きが存在したとある。ガラス伝来の地長崎で伝統のガラスを作る武田綾と現代のビードロ吹きだ。匠の蔵、完全ハンドメイド、長崎ガラスを作るルリアンを訪ねた。工房を併設する店内には武田のオリジナルデザインが並ぶ。ルリ色の花瓶、斬新な一輪挿し。いやー、本当に綺麗。江戸時代に作られていた酒器、長崎チロリ。資料もないまま一度途絶えたものを復元した。一番大変なところはどこですか？そうですね、やはりまあこの口の注ぎ口ですね、はい、このカーブが決まるんですよ。その触りすぎると冷めすぎてこの綺麗なラインが出ません、はい、なんかガラスって硬いものっていうイメージがあるんですけど、はい、ここだけは本当に柔らかい、はいはい、そうですね。 JR 九州のある列車、この贅を尽くした特別列車で使われている器やグラスは武田の作品だ。動く列車の中でガラスの器を使えるって贅沢ですね。そうですね、はい、美しい文様を作る秘密は型があるんですよ。こういう型です、はい、この中にガラスを入れて吹き込んでいくんです。ちょっと持ってみてください。ああ、すごい重いですね、はい。これもこれも同じ型から作るんですか？そうなんです。やり方がちょっと違うだけで、こちらの最初の場合にはこの型に入れて、そのままブーッと大きくしていきます、はい、でこっちの場合には型に入れた後、その後もう一度ガラスを巻き倒すんです。そうするとくぼみがガラスに閉じ込められてこうやって泡になるんですよ、はい、なるほど。そういうことって誰が考えるんですか？ちょっとやってみたらなったって感じなんですけど。